朝7時40分、合唱の早朝練習があるということで体育館を訪ねてみると、そこでは歌ではなく体操をしていました。こちらは東洋小学校金管バンドの3年生から6年生の皆さん、週に3、4回早朝練習を行っているそうです。担当の木村先生曰く、体を動かす体幹トレーニングをすることで発声が良くなるんだそうです。これも合唱の練習なんですね。体操の後は音楽室で声を出しての練習です。雨上がりの虹を追いかけて自転車を漕いだ、七色きらめく風に乗る一人。来月7月と8月には合唱コンクール出場を控えているため、練習にも力が入ります。結構毎年、そのコンクールに出させてもらっているので、その一つ一つに気をつけて、歌っていきたいと思います。